アンヌ・ダシエ・アンヌル・フェーブル・ダシエは、フランスの古典学者、翻訳家。生前は、ダシエ・プジンの名でよく知られた。ソミュールで生まれ育つ。ギリシア語とラテン語の王家である父、タヌギール・フェーブルが1672年に没したのを、木に、パリへ移り住む。かねてから翻訳してきた、カリマコスの作品を出版すると好評を博し、フランス王大使版の編集に招かれた。 夫のアンドレ・ダシエは、父の教え子の古典学者で、二人の結婚は、キリシア語とラテン語の結婚と言われた。1681年には、アナクレオンやサフフォーの詩の三文訳を世に出し、続く数年間に、プビリウス、テレンティウス・アフェルやプラウトスの儀曲、アリスト・パネスの詩を、やはり三文訳で出版した。1684年、進学研究のため夫婦で、カストルへ下がる。 1685年何との直霊廃止に、伴い夫婦ともどもカトリックに改修し、国王ルイ14世から年金を受けることになる。1699年イーリアスを9年後、オドゥッセアを3文体で翻訳し、名声を得た。これによって、フランスの多くの文学者がホメーロスを知る。1714年、アントワール・ウダール・ドラ・モットという男がイーリアスを、 好き勝手に改変しつつ、陰文で省略し、解説で古代人ホメーロスをこきおろした。同年、アンヌ・ダシエは、思考の大敗の原因と題する600ページ帳の反論を出し、ホメーロスを擁護した。古代文学と近代文学との優劣を問う論争に発展し、新旧論争の様相を呈した。ラモットの後ろ立てである、ジャンテラ・ソン・神父は、 ルネデカルトの科学と哲学が人知を発達させたために、18世紀の詩人は古代ギリシャの詩人より格段に優れていると主張する人物だった。結局、両者ともホメーロスが偉大な天才であることに異論はなく、1716年にアカデミー・フランセーズ会員・バランクールの仲裁により、形式調和会した。晩年は病に伏したまま、ルーブルの地で没。 ありがとうございます。